大安町の乳川中営農組合では、およそ15ヘクタールの畑で有機肥料を使ったそばを栽培しています。今年は組合員らが6月から7月にかけて種をまき、10日ほど前から花が咲き始めました。乳川地区のそば畑は三義鉄道乳川駅の周辺に広がっていて、電車とコラボして撮影できることから、ここ数年撮影スポットとして人気だということです。現在七分咲きで、今月いっぱいは真っ白な花を楽しめそうで、10月下旬に収穫されるそばの実は愛知県へ出荷されます。